どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。毎週日曜夜9時、日曜劇場 TBS ですね。海に眠るダイヤモンド第1話がスタートしたということで、視聴直後の感想考察動画となりますということでよろしくお願いいたします。いやー、このドラマね、楽しみにしていた方も結構多いんじゃないでしょうかね。はい、10月、今回ね、秋クールの最も期待されているドラマの一つじゃないですかね。海に眠るダイヤモンド、もうなんつってもね、この脚本、乃木明子、そして監督塚原あゆ子といえばね、もうこの2人最近ですね、ラストマイル、ラストマイルのでタッグを組んだもう最強チームですよね。いやー、ラストマイルも50億円を軽く超える大ヒットということで、もう60億円いくんじゃないかというね、勢いなんですけども、このお二人がですね、またタッグを組んで、日曜劇場ということで、これはね、TBS としてもかなり力を入れてる。おそらくですね、去年、VIVANT っていうね、ドラマ、日曜劇場でね、僕もレビューしたわけですけども、ご紹介したわけですけども、いや、多分ね、それと同じぐらい、力を入れて、お金をかけて、一流のスタッフ、キャスト陣をね、結集させて、TBS がね、まあ、社運をかけて、送り出す壮大なヒューマンラブエンターテインメントということでね、はい。いや、実際ね、映像、ものすごくね、お金かかってるなっていうのが映像から分かりますね。まずね、カメラが違うと思うんですよ。VIVANTもそうだったんですけど、なんかこう、なんかね、民放ドラマの映像じゃないんですよね。なんか映画見てるみたい。映画のような、ある種なんかこう奥行きを感じさせるような映像だったと思うんですけど、多分ね、使ってるカメラが違うと思うんですよ。使うてるカメラがね、多分違う。結構ね、高いカメラを使っているんじゃないかな。結構ね、まあ、テレビ局が自前で持ってるのか、まあ、もしくはレンタル、レンタルであるとね、結構普通のカメラともう全然お金が違うらしいんですよね。おそらく映画で使われるような本格的な、高価なカメラをね、使っているんじゃないかなということで、そして、今回ですね、まあ、この、ね、乃木明子さんと塚原あゆ子さんといえばね、逃げるは恥だが役に立つをはじめ、アンナチュラル、MIU404 とか、ね、あと、映画だと、罪の声の、まあ、乃木明子さんですよね。そして、まあ、ラストマイル、このアンナチュラル、MIU404、これで一緒にね、ラストマイルも手掛けたという、塚原あゆ子が監督を務めるということで、まあ、これはもうね、傑作が約束されたような、布陣だということで、今回ね、結構やっぱりね、最もこの秋クールのドラマでは期待値が高いのではないかなということで、そうそうたる顔ぶれなんですよね。もう本当に脇役に至るまでね、そうそうたる顔ぶれで、まあ、どちらかというともう演技派重視の、本格的な、なんだろう、ヒューマンドラマですね。今回あんまりこれミステリーとか考察要素はどうなのかな、全くないわけじゃないですよね。結構謎の人物とかも出てきますし、これね、現代パートと、過去のパートが交互に描かれていくんですね。まあ、今回第1話は、過去のパート、1955年かな、羽島。羽島っていうのは軍艦島のことですね。まあ、最近だと世界遺産にもなっている、軍艦島なんですけど、当時ですね、軍艦島、石炭がね、まあ、石炭が見つかって、で、またその石炭っていうのも、鉄鉱石みたいな、なんかこう、原料、鉄の原料として、すごく優れた石、鉱石が見つかったっていうことで、ものすごい、まあ、ゴールドラッシュじゃないけど、そこにこう大量の労働者、炭鉱夫たちがね、送り込まれて、まあ、会社は、まあ、辞書はね、この羽島の持ち主は、三菱かな、確か三菱ですよね。三菱が、まあ、結構ね、比較的安いお金で、当時の藩主から、買い取って、三菱が、まあ、要するにここに建物とかね、都市を作ってですね、炭鉱をね、まあ、石炭を発掘するみたいな、まあ、日本のね、高度経済成長の日本を支えていくわけですね。特に戦後、1950年代60年代ぐらいまでは、もう最盛期でね、この狭い軍艦島の中にたくさんの人たちが生活していて、それこそね、人口密度は世界1位だったらしいですね、当時は。もうそれこそ東京よりもはるかに人口密度が高くて、まあ、ぎゅうぎゅう詰め、すし詰めの中で人々は生活していた。まあ、その分ね、当時としては、日本初なのかな、鉄筋コンクリートの高層マンション、まあ、高層つっても9階とかですけどね、9階とか10階ですけど、まあ、当時としては珍しかった、近代建築なんですよね。最先端を言っていた。で、そこに映画館もあり、床屋もあり、高級クラブもありみたいなね、もう一つの町として十分に機能を果たしていたっていうね、神社もあったそうですけども。で、まあそこにね、いろんな人たちが、住んでいたわけなんですけども、まあ皆さんご存知、まあ石炭はね、そのまま、だんだんこう、低迷していきますよね。エネルギーが石炭から石油にエネルギーが変わっていくので、まあ、どうしてもね、ニーズがなくなっていって、1970年代かな、70年代ぐらいには、まあ、ほぼ閉山してしまうということで、まあ、今はね、今はもう無人島ですよね。で、世界遺産にも何年か前に、登録されて、今はまあ、ちょっとした観光地にはなっているみたいなんですけどね。うん。長崎ですね。まあ今回ね、その軍艦島を舞台に、まあ、本物の軍艦島もね、ちゃんと映し出されているので、まあ、長崎県全面協力の下で撮影は進められていたと思うんですけども、まあ、特にですね、今回この、神木隆之介さんがね、まあ、主演をするわけなんですけど、まあ、1955年当時の端島、軍艦島の、軍艦島を舞台に、ドラマが展開されていくんですよね。でね、やっぱお金かかってるなっていうのは、もうこれ、軍艦島ね、ドラマにするって言った時に、いや、どうやるのかなと思ってたんですけど、まあ、結構ね、ちゃんとセット組んだりとか、あとまあ一部は CG だと思うんですけども、まあね、民放ドラマにしては、なかなかね、ちゃんと作られてましたね。まあ、そりゃ、ハリウッドの映画とか、大型の映画と比べたらね、それはチープですけども、まあね、日本のテレビ、民放テレビのドラマにしては、頑張ってた方じゃないですかね。まあ、それはね、しょぼいですよ。正直しょぼい、セットもしょぼいし、なんか安っぽい感じしないでもないんですけども、まあ、それでもね、十分に見ていられる。まあ、やっぱりこう役者さんたちの力が強いから、存在感もありますしね。まあ、この、いわゆるセットとか美術のしょぼさを、役者陣がね、もう完全にフォローしていたみたいな感じで、まああんまりね、はっきりとは映さないというかね、長時間にわたってじっくりとは街並みを映さないんですよね。パッ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 って切り替わっていくので、まああんまりね、あらが目立たないというか、あらがわからないような演出にはなってます。なんで、軍艦島をもうちょっとじっくり、当時の軍艦島をじっくり見たいなっていう人にとっては、まあ若干物足りないというか、まあ無理ですよね。うん、やっぱりハリウッドなり、ネットフリックスなり、大資本が絡んでこないと、当時の軍艦島を、精巧に、精密に再現するっていうのはね、まあ、なかなか現実的には難しいのかなっていうことで。まあ、にしてもですね、テレビ局ドラマとしてはね、結構頑張ってるなと思いましたね。で、端島の出来事と並行してですね、現代パート、これまたね、現代パートの、では、神木隆之介くんが、レオというね、ホストクラブのホストをね、なんか今一つこう、冴えないホストを演じてるんですよね。で、同じ神木隆之介くんが、端島、1955年の時にはですね、いわゆる勤労、端島で生まれ育った、大宇工業の職員、これ、高宇工業か。高宇工業の職員として働き始めるということで、これ高宇工業っていうのは、いわゆる本社的な扱いでお偉いさんっていう感じでしたから、これはあれですかね、三菱のことですかね、さすがに三菱と名指しはできないから、高和工業みたいな、名前に変えたのかな。まあ彼はね、東京の大学、お父さん頑張って東京の大学に行かせたんですけども、長崎か、ごめんなさい。長崎の高校大学へと進学したけども、まあ、端島に戻ってきた。お父さんとしてはね、やっぱりこう、長崎の、中枢でね、仕事をしてほしいと、こんなとこで埋もれるなっていうことで大学に出したと思うんですけど、哲平自身はやっぱり羽島が好きだから羽島に戻って羽島のために働きたいということで羽島に戻ってきちゃった。で高尾工業の職員だから、まあ別に高尾工業っておそらく三菱のことかな、三菱マテリアル、三菱工業のことだと思うんで、そこの職員になれたんだから、まあ大学出てそこにね超一流財閥系の超一流企業ですからね、良かったんじゃないかなと思うんだけども、まあ羽島に戻ってきて、そこからいろいろとね、物語は展開していきます。この羽島にやってきたのは、池田エライズさん演じるリナですね。なんかこう歌手だと言って来たんですけど、でここのいわゆる高級女給クラブっていうんですか、まあ会社のお偉いさんとかそういう人たちが、接待されるようなちょっと高級な、クラブにの、まあ、女給というか、まあ、ホステスですよねとして、まあ、雇われたんだけども、そこで、高尾工業の幹部の人にセクハラされて、水をかけたりして怒らせてしまうみたいなね、そんな気の強い一面を見せるということなんですね。で、現代パートなんですけども、このね現代パートでは、神木隆之介君は、ホストなんですよ。そのホストに対してですね、まあ冴えないホストなんですけど、彼はね結局今ほら女の子お客さんが掛け売りとかして、ね、そのホストの世界では、まあ、掛け売りっていうのは要するに、ね立て替えですよね、まあ、ツケみたいなもんなんですけど、でそのツケを払わずに女の子が逃げちゃった場合、飛んじゃった場合、そのお金はホストが払うっていうのが流儀、まあ、それはお決まりになってるみたいなんですよね。鉄則みたいになってて、350万円という借金をね、女の子が逃げちゃったことによって350万円のね借金を背負って今ねホストクラブでただ同然で奴隷のように働かされていると。でそんな彼に向かってこの宮本信子さん演じる泉というね謎の老婦人がですね、私と結婚しないって近づいてきて、で一緒にですね長崎に行って羽島に行こうとする、羽島に行くわけですね。で結局ねこの最初なんかねみすぼらしい感じの老人だったんだけども、まあ、実はお金持ちのおばあちゃんみたいな感じで、それが池ヶ谷株式会社の、一族のこのグループの、まあ、おばあちゃんというかね、彼らの、まあこのカズマとかこれがねお母さんって言ってたから、まあ、お母さんなんでしょうね。つまり彼女がこの池ヶ谷株式会社を立ち上げたのかな、まあ、もしくは旦那さんがどうなったのかね、 おじいちゃんというか旦那さんがどうなったのか知りませんけども、で今のところですね、なんでこのレオに入れ込んでいるのかってことなんだけど、泉さんはこのレオがね、大切な人に似ているっていうことで、まあ、レオに近づいているわけですよね。ホストのレオに声をかけ、まあ、この、泉から声をかけてるんですよね。突然長崎に連れて行くと、なんで長崎なんだって話なんですよね。で羽島に行くわけですよ。で、彼女にとってはこのレオってね、なんていうかこうやはりこの羽島時代の鉄平の面影を残しているレオに、まあ、接触しているということで、おそらく泉はこの中にいる誰かなんでしょう、女性の誰かなんでしょうね。でまだ第1話の段階ではこの泉はまだね、謎の女性ということで、一体誰なのか、まあ、おそらくこの当時若かった女性陣の誰かが、この泉になっているということで、なんとなくですね、泉がレオにかけたある言葉がですね、これが鉄平だったっけ、これリナ鉄平かリナにかけた言葉なのかな。だからなんとなく今の感じではリナが年を取って泉になっている可能性をちょっと感じるわけなんだけど、だからちょっとユリコもちょっと分かんないのね。ここら辺この3人のうちの誰かなんでしょうね。案外この朝子かもしれないし、ちょっとねここら辺まだね読み切れないところなんですね。でまあ高尾高尾工業職員、まあここはもう、まあ、三菱ですよね。三菱がのもう持ち物みたいなもんですからね、島も従業員も設備も全て三菱の持ち物みたいな感じですから、もう、ここにいる人たちはみんなね、三菱にはもう絶対服従じゃないけど頭が上がらないわけですよね。で、この親友、てっぺいの親友の賢章くんね、賢章くんのお父さんもやっぱりこの幹部なんですよね。で、てっぺいのお父さんは炭鉱夫、どちらかというとね、まあ、いわゆるブルーカラーの炭鉱夫なんですけども、でお兄ちゃんも炭鉱夫なんですね。でどちらかというとこのリーダー的な存在、この2人はねリーダー的な存在で、血気盛んな、荒くれ者が揃う炭鉱男たちを、炭鉱夫たちをねまとめ上げているみたいな。でお母さんが中島智子さん演じる春っていうね、これが主婦をしているっていうことで、まあ、こんな今ね家族構成になってるわけですね。で、まあ、ここら辺もねちょっとね、ここら辺まあお友達とか幼なじみなんだけど、これゆり子もねちょっとよくわかんないんだよね。この人も、高尾工業の職員の娘で、一見自由奔放に生きているように見えるが、過去の出来事からコンプレックスを抱いている。幼なじみの朝子には意地悪なことを言って衝突することもっていうことで、これね土屋太鳳さんなんだけど、なんか顔が変わったよね。ちょっと僕ねしばらくこれ土屋太鳳さんだと分からなかった。こんなに顎ここら辺尖ってました？なんかこれ頬の感じがすっきりしてるんですけど、なんかねもうちょっとふっくらしてましたよね。なんか急にね顔が変わった感じがして、この女性ってこんなに短期間で顔が変わるもんなんですかね。なんでだろう、わかんない。はい、まあそんな感じでね、あとまあ杉咲花さんもいる。で池田エライザさんもいて、まあここら辺でちょっとしたね今回ドラマがあったんですよ。でこちらでもまあこちらは大したドラマはなくて、まあ、とにかくこの宮本信子さん演じる泉が一体何者なんだと。めちゃくちゃお金持ってるし、なぜかこのレオにやたらと入れ込んでいると。でその子供たちもなんかホストに、おばあちゃんポストに、お母さんをホストに入れ込んじゃって大丈夫かなってね心配してるという感じなんですね。でも泉はまあ本当にこう入れ込んじゃったわけではなくて、このレオがね、かつての大事な人に面影が似ているということは、この鉄平とね、レオもおそらく何かしら血のつながりがあるというか、1955年ですから55年の当時の鉄平の息子ではないよね。だからおじいちゃんぐらいになるのかな。1955年でまあ大学出たぐらいのね、20歳、21歳とかそんなもんですから、そこから50年、今2000、それでこちら現代は2018年設定でしたよね。もうおじいちゃんどころじゃないよね。だって55年でしょ ?55 年ということは、50年後だと2005年だから、60年か。だから60年後ですよね。だいたい1955年から約60年後の現代で、当時もうすでに20歳ぐらいだとすると、もう今80歳ぐらいになってるわけですよね。となるとやっぱりおじいちゃんかな。80歳であればおじいちゃんですね。だからおじいちゃんでおばあちゃんということで、おじいちゃん、まあ多分亡くなっているんでしょうね。その孫がレオなのかな。でまあ、泉が当時この3人のうちの誰なのかはよく分かんないけども、まあ強い、まあ、特に朝子はねもう純粋にこのてっぺいに恋愛感情を抱いていましたからね。でゆり子もちょっと分かんないんだよね。なんとなくてっぺいとはつかず離れずみたいなね、なんかキープしているような感じ。でも賢章とね付き合ってるのか付き合っていないのか、ちょっとこれもねこの三角関係っぽいようでよく分かんない。で肝心のてっぺいはリナにねどちらかというとかなりこう熱を上げている感じ、かなり気になっているということで、で、朝子もちょっと気持ち穏やかではないし、ゆり子もなんとなくちょっとそんな感じですよね。心穏やかではない感じでしたよね。だからこのうちの誰かがおそらく泉なんでしょうけど、誰かなぁ。なんとなくね、リナって感じはしますけど、リナのような感じはするけども、それはそれであんまり面白くないのかな。まあ、朝子なのかな。マチコじゃねえよな。いや、わからんぞ。マチコかもしれないぞ。マチコかもしれない。でね、唯一島には神社がありまして、実際軍艦島にも本当に神社があったんですけどね、そこの和尚をさだまさしさんが演じているということなんですけど、今後ね、どのような展開があるのか。ねえ。はい。というわけで、第1話の感想として面白かったかどうかっていうとね、ちょっと何とも言えないね。かなりね、第1話を見る感じでは、正直、第2話をすごく見たいなとまでは思わなかったですね。面白くなりそうでどうなのかなといった感じ。第1話で、うわ、これすげえ続き気になるとかね、いや、これもう次も待ち遠しいわっていう感じではないですね。どちらかというとね、もどかしいよね。展開がもどかしい。いや、そもそもこの泉の正体がまだわからないっていうのがちょっともどかしいですよね。正直、泉の正体が誰であっても別にどうでもいいことだし、別にこうもったいつけるようなものでもないんですよね。泉の正体をね、が一体誰なのかっていうのは別にもったいつけるようなもんではない。誰かなんでしょうからね。ここに多分泉はかつて羽島に住んでいて、この女性たちの間の誰かなんでしょうから、もったいつけるようなもんでもないんですけどね。で、この中でね、今回、リナがやってきて、鉄平がそこでね、いろいろと頑張って、いろんなドラマがあったわけですけども、正直ね、羽島の中で起こる今回のエピソードも、あんまり面白くなかったよなっていうね、そんなに言うほど、ヒューマンドラマとか普通のぬるい人間ドラマ、美談と言いますかね、ハートフルドラマでしたよね。ぬるいですよね。で、この、ちょっとサスペンスというかね、ありました、炭鉱夫の一人が、炭鉱の中に置き去りになっちゃってみんなで探しに行くみたいなエピソードもありましたけども、別にそこもねすぐ簡単に見つかっちゃうしで、彼らのねカリスマ性というか、彼らの、キャラクター性をねそこでアピールしたかったんでしょうけども、だからなんだっていうね、どうなんですかね、これ面白くなるのかな。僕はこれ今回ね一番期待していたんで、第1話目からねなんかこう心を躍るみたいな、なんかすごいこうワクワクさせるような展開になっていくのかなと思ったんですけども、正直ね言うほどワクワクしない。ヒューマンラブエンターテイメントでるんだ、ラブがつくんですねここね。愛と青春と友情、そうね、愛も青春も友情も今のところちょっとこうもどかしいというか中途半端な印象ですかね。もうちょっとこう第2話第3話見続けないと分かんないのかな。VIVANTもね、前回のVIVANTも結構お金かけて作られてましたけど、あれもなんかね面白かったけどもなんかちょっと変だなっていうね、ところどころなんじゃこりゃみたいなドラマでしたけど、あれに比べるともうちょっと地に足のついたヒューマンドラマにはなっているんですけど、なんかぬるいんだよね。テンポが良くないというか。第2話どうなっていくのかちょっとあらすじ見ていきましょうかね。次はね、第2話は11月3日 ?2 週間後、あれもういきなり何次はお休みってこと？11月3日って今日20日ですから、これ2週間後だね。もういきなり第2話次回お休みなんだ。現代泉は一体何者なのか、自分に似ているという忘れられない人とはどんな人物なのかが気になるレオ。そんなレオに泉はかつて思いを寄せていた鉄平のこと、そして島での複雑な恋模様について語り始める。1955年9月、羽島ではリナのことを気にかけて遊びに誘う鉄平を複雑な思いで見つめる麻子の姿が、麻子の鉄平の気持ちに気づいているリナもまた、自分へ向けられた鉄平の行為を交わしながら複雑な思いを抱えていた、ちょっとした三角関係ですね。一方、羽島に生活用水を引く海底水道計画の検討に参加する賢秀に連れ立って長崎を訪れた百合子は、アメリカのスクエアダンスと出会い、気に入って羽島に持ち帰る。すぐさま同好会を設立するべく、鉄平、麻子、賢秀、里奈を集めて練習に取り掛かる。その頃、羽島には大型の台風が近づいてきて、なるほどね。史実にね、ある程度基づいているんですかね。例えばこのね、羽島に生活用水を引く海底水道計画っていうのは、これ実現するんですよ、後にね。これによって、それまではね、羽島、水道、真水がなかなかね、入ってこなかったんですけど、この海底水道が通ることによって、いつでもこう、真水がね、得られる。つまり、お風呂とかに、入れるようになったみたいなね。お風呂もね、そんなたくさんなかったみたいですね。あの狭い中に浴場と言われるものは、全部で5つぐらいしかなかったのかな。そのうち1個は、炭鉱長の自宅に1個あったらしいですけど、あとはね、職員用、あと炭鉱夫用、やっぱりちょっとね、格差社会だったらしくて、炭鉱夫、あと要するに三菱の職員、上級職員とか、ね、下級職員ってあったんでしょうけど、ちょっとそこら辺も、住んでる部屋とか、お風呂とか行ける店なんかも、立ち入れる場所なんかもちょっと格差がねつけられていたそうですね。そこら辺もね、労働争議とか労働組合によってだんだん差別は是正されていくみたいなんですけどね、まだまだそこには至らない、結構、格差社会だった羽島の現実、が描かれていくのかなということで、なんかね、なんだろう、結局このドラマ何が面白いかっていうと、人間じゃないんですよね。人間のドラマというよりは軍艦島が面白いんですよね。結局軍艦島がどんなとこだったのか、どういう社会でどういうコミュニティだったのかとかね、どういうシステムでインフラはどうだったのかとか、その軍艦島にまつわるエピソードが面白いんであって、なんかね、今一つその人間ドラマはあんまりこう軍艦島の良さが生かされてないというか、別にこれ軍艦島じゃなくても成り立つ話ですからね、今のところ。もうちょっと軍艦島である必然性といいますか、軍艦島っていうものをもうちょっとね、全面的に出してっていう。あと、大型台風もね、僕もね、去年、今年行きました。長崎にはね、いわゆる作品を書くための取材、今回去年かな、世界遺産ね、世界産業遺産の小説を書く依頼がオファーがあったので、2回ぐらい九州に行ってるんですよね。で、1回ね、長崎立ち寄って、いろいろ、あと軍艦島には行かなかったんですけども、軍艦島博物館とかにも行ったりしてるんですよ。で、結構ね、やっぱり軍艦島、当時の羽島の生活、人々の生活のことをね、映像とか映画とかで見させていただいたんですけど、結構壮絶でね、そう、台風の話もしてましたね。なんかね、壊滅的な台風が2回ぐらい来たらしくて、で、実際なんかね、かなりね、ダメージ、相当大きなダメージを受けてしまったそうですね。あとなんか結構炭鉱のね、ガスが噴き出したりとか、火災だとか、結構大きな事故もね、起きてるんですよね。そこら辺なんかも今後、このドラマでは描かれていくんでしょうけども、もうちょっとなんだろうな、ドラマとして面白いといいんですけどね、なんかぬるいんだよな、どうなのかなっていうね。恋愛、これラブストーリーなんですかね、結局。ラブストーリーなんでしょうね。結局あれですか、ラブストーリーだとするのであれば、この鉄平君をめぐってこの3人の女たちのバトルみたいな感じなんですかね。まあ、それぞれこうタイプの違う美女に、言い寄られて、ラブゲームが始まるみたいな、そんな感じ。そこにちょっとこう賢秀なんかが入り込んできちゃって、三角関係になっていくみたいなね、そういう、ラブストーリー、恋愛ドラマみたいな感じになるんですかね。まあ、今のところ考察ポイントとしては、まあ、泉がね、この3人のうちの誰であるかっていうことですよね。まあ、この、まあ、3人のうちの誰かでしょうね。全然違う人物だったら面白くないっていうか、なんじゃそれってなりますからね。マチコはないよな。マチコはないだろう。あと、ここら辺がどう絡んでくるのかっていうね。これでも全10話持たせられるんですかね。まあでもね、乃木明子さんですから、もうね、乃木明子さんが手掛けるのであれば、きっと大丈夫。どっかできっと面白くなるんじゃないかなと、期待して、次回も見ようかな。だけど次回いきなりお休みなんですね。ねえ。これいきなり第2話がお休みとかになっちゃうと、これ視聴率に響いてこないのかな。結構お金かけてやってるから、 TBS としてもこのドラマは失敗するわけにはいかないですからね。視聴率なんかもね、今までだいたいこの日曜劇場っていうのは毎回 10% はね、もう軽く超えてきますから、まあ 10% は超えてもらわないと困るみたいなね、そんな感じ。まあおそらくこの、TBS 的にはドラマで視聴率を狙うというよりは、これもコンテンツにしたいんでしょうね。要するに配信、いわゆる配信、まあネットフリックスだかどこかわかんないけど、まあ、自前のね、TBS の自前の配信もあるのかな。テルサだかなんかありましたよね、なんかそんなの。そこでの、流す、いわゆるコンテンツのため、まあ、いわゆる目玉コンテンツにしたいのかなということで。ただ、ヴィヴァンはね、結構お金かけて作ったけども、まあ、ね、それで世界に売り出していこうと思ったけど、ヴィヴァンはね、日本国内、テレビドラマとしては視聴率良かったんで、まあ、大成功だったんですけど、まあ、その後ビジネスには結びついていかないのね。結局、世界的には全く相手にされないというか、全然、評価を得ることができなかったっていうか、まあ、相手にされなかったんですよね。やっぱりちょっとね、クオリティだとね、厳しいと思いますよ。いくらこう、テレビ局がね、TBS が、総力を尽くして社運をかけたとしても、やっぱりこの、ネットフリックスの、お金のかけ方と、スタッフのね、力量を考えると、やっぱりちょっとね、今の、もう社用に入っている、社用産業であるテレビ局が、ネットフリックスとかね、Hulu とかを超えてくるのはなかなかね、難しいんじゃないかなっていう気はしますけどね。Amazon プライムとか、あとディズニープラスとかね、あそこら辺を超えてくるのは難しいのかなって感じはしますけどね。ちょっとね、この海に眠るダイヤモンド第1話を見る限り、正直あんまり期待できないのかなっていう気はしてますね。はい。というわけで、がっかりとまではいかないんだけど、大丈夫なのかなっていうね。第2話以降、大丈夫なのかなってね。結局、軍艦島におんぶに抱っこな感じですもんね。人間ドラマとしては、ぬるいですもんね。はい。まあそんなわけで、一応第2話もね、見ていこうかなとは思います。以上です。